静岡市立西名中学校。静岡市立西名中学校は、静岡県静岡市青井区東瀬名町にある公立、中学校。西名中学校は、西霊市静岡市のほぼ中央に位置し、北街道沿いの瀬名川、瀬名中央、東瀬名町、南瀬名町、瀬名一町目の一部、弥生町の一部、鳥坂の一部が学区となっている。近くには、鎌倉時代の武将、 梶原影時が自害したことで有名な梶原山があり、かつては田園地帯だったが、現在は新興住宅地としての賑わいを見せている。また、近隣には大学、高校も多く文教地区の様相も呈している。地域的には、鎌倉時代から続く集落、背中はを中心に、親子三代が同窓生である家庭もあるなど、比較的まとまりがある地域となっている。 学区は狭く、自転車通学もなく、生徒のほとんどが、静岡市立、西名南小学校、ごく一部が、西名小学校、高部小学校からの持ち上がりで、とても、分け合い合いとした、どちらかといえば、のんびりとした興風である。ちなみに、西名小学校の大半の児童は、静岡市立竜詰中学校へ進学する。制服は、男子が黒の爪襟学生服。 女子は、紺色のイートンタイプジャケットスカートに、紺色のリボン。スクールカラーは、能力と、オレンジ。生徒のジャージも青緑の上下に、ニシナの文字。交渉は1948年、昭和23年4月に制定。輪郭は、ニシナの、西の字をイメージした菱形で、上部には、富士山をイメージした山が描かれている。校歌は1953年。 昭和28年2月に制定、作詞、渡辺昭光、作曲、高倉正春。PTA は、単独でホームページを作るなど活動が盛んで、2006年、平成18年には有料 PTA、文部科学大臣表彰を受賞している。1947年、昭和22年4月、伊原郡、西名村立西名中学校として、 西名小学校敷地内に設置される。翌年市町村合併で、静岡市立西名中学校となる。静岡市内では最も古い伝統を誇る学校の一つである。昭和40年代に入り生徒数の増加に、伴い校舎が手狭となり、1974年、昭和49年には、現在地に新校舎を建設移転、その後も生徒像が続き、 1987年、昭和62年には、生徒数1431人の大規模校となった。そこで、1987年、昭和62年4月に、西名中学区から瀬名、長尾、平山、北沼上地区を分離し、新たに、静岡市立龍詰中学校が創設された。その後は、減少傾向にあり、2003年、 平成15年には333人まで減少、以降は微増傾向にあるが370人、程度を9から12学級で推移している。2005年、平成17年度に特別支援学級を設置。自ら学び、共に高め合う生徒、確かな規範意識、責任感を持ち、主体的に行動し、自立、互いの人権を尊重しつつより良い人間関係を、 気づく、共生ことのできる生徒の育成を目指し、自ら学び、共に高め合う生徒を、学校教育目標に据え、活力ある、学校づくりを、経営方針とする。少子化の影響により部活動は減少しており、2008年現在、10部活が活動している。かつては、運動部には、柔道部、水泳部、男子テニス部、サッカー部が、また文化部には、 園芸クラブ、茶道クラブ、展示クラブ、囲碁部、野鳥研究会などが存在した。PTA は地域で育む親子の触れ合い、PTA の活性化を目標に定めて事業を体系化し、目的を明確にして事業を推進することに心がけている。特筆すべき点は情報発信、集約に積極的に取り組み、 地域に開かれた PTA を目指していることである。2002年、平成14年に開設した PTA ホームページは、PTA 活動、学校の様子、部活動、地域の情報等500ページを超える膨大な情報量、ほぼ毎日の更新頻度、ホームページを利用した意見集約など、全国的にも類を見ない内容となっている。2004年、 平成16年から年連続して、日本 PTA 全国協議会、日 P、県 PTA 連絡協議会、県 P で表彰された広報誌、スバコは、地域全国の階覧されるなど、子どもたちを地域で育む環境づくりにも、積極的に関わっている。また、県 P から、PTA 組織と、運営というテーマで、研究実験移植を受けたことを契機に、 全国の有料 PTA の事例研究や行事ごとに、アンケート形式で参加者の意見集約を行い、その成果として、体育祭での親子対決、PTAOB 会の結成、父親ボランティアクラブ設立など、新しい試みを始めるなど、高い目標意識のもと、PTA 活性化につながる、積極的な活動をしている。PTA では、2005年、平成17年に、 父親の PTA 活動への参加について検討した結果、先に組織ありきではなく、先に目的ありきの活動を開始することになった。そこで、有志が定期的に校長との情報交換会を行い、学校で父親の力が必要な時に、その都度参加者、もちろん都部会も含め、募集する方法をとっている。名前も、父親ボランティアクラブ、略称。 東ボらと定め、PTAOB 会、略称、JP 会と共に、2006年度、平成17年から活動を始めた。これまで、PTA 活動に協力してきた PTA 役員が、子供が卒業しても、PTA 行事に参画して、地域から、西名中世を応援することを目的に、PTAOB 会、JP 会を2005年度、平成17年度に発。 合言葉は西中が大好きです。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。